電源。お。おお。わあ、これすげえ。素晴らしい。リズム吹いてない。え、リズム？おお、なんか緩くなったり、ちょっと緩くなったり。なんかこの機能あまりいらない。これ、首振りあんじゃん。あ、何これ、固定されてねえぞ、これちゃんと。あ、待った、これどうやって止まんの、これ。おい。あ、に、あ、おい。はい、どうも、フランクです。ですね、今回ね、なんと、とうとう、暑さに負けて買いました、新しいやつ。新型扇風機でございます。こっちね、もう前からあるんだけど、これ、何年前のやつだろうね。多分、二十何年前か30年以上経つのかな、わかんないけど。なんか前調べたんだけど、結構古いやつで、90年代か80年代の時の扇風機で、まあ、ずっとね、使ってるやつね、これ。で、これ、まあ今、どういう状況かというと、最後に掃除したのが、おそらく、まあ15、6年ぐらい前なのかな、もっと前かもしれないけど、まあ、そこから一切掃除してないっていう状況で、まあ、たまに緩んで、もうここ、ほら、取れちゃってるんだけどね、ここ。たまに緩んでガタンとして、プロペラが飛んできたりする時があったんだけどね。古い、みんな大好き扇風機。で、全く掃除してないから、埃がすごくて、なんかほんと換気扇のところ、なんかラーメン屋の換気扇ぐらいのレベルで汚いんですよ。で、この埃がすごすぎて、この埃で風が抜けなくて、斜めにしないと風が出てこないっていうね。で、ほら、窃盗団の買い取りとかの時もあった、これ、なんか、ツインタイマーとかお休みコース書いてんだけどさ。もうこれほんとやべえよな、これ。なんか廃墟とかになんか放置されてそうな扇風機なんて。一応回るんだよ。ほら。なんか止まりそうじゃない？チュー。チューでもあんま風怖いんだけど、音うっさいんで、音だけ一丁前なの。ほら、ウィーンって。一応この首振りついてるの。ほら、ちゃんと回るからね、これ一応。で、もう、エアコンね、この部屋ないから、もう暑くてしょうがなくて、もうこれ使ってたんだけど、これじゃあちょっともう無理だということで、眠れないし、扇風機しか買えないじゃん、もうせん、あの、ほら、なんていうの、エアコンなんてさ、高くてさ、しかも、つけるのに壁に穴開けないといけないから、もうそれ考えたら無理だから、とりあえずもうちょっと、ドンキホーテ行って、ドンキで買ってくるというね。これお値段ね、5000円前後で買えます。まあ、5000円ちょっとだったかな、確か。で、これね、なんか刺してさ、普通ポチッと押してんだけどさ、これなんか電源スイッチがこう、あんだよな、これ。ほら。同じさ、強いでもさ、この差がすごいのよ、この風力のさ。こっちの強と、こっちの弱だったら、まあ、どっちが風強いかって言ったら、こっちの弱の方が強い風。もう全然違う。天と地の差だよ、これは。ほら。全然違うよ、これ。よいしょ。2台回したらいいかもしれない、結構。これさ、固定されないんだよ、ちゃんと。なんだろうね。すぐなんか下にポーンっていっちゃうんだよ。こっち固定されてんだけどさ。ほら、2台体制の首振りだから。みんな好きなやつでしょ。扇風機。扇風機じゃなくて戦闘機でもなくて、間取って扇風機だからね。この配信見てる方だと分かると思うけど、このネタね。まあ、こいつ結構もう長年もう多分あるから、多分ね、おそらく30年以上前のやつだと思う。多分20何年じゃ済まないと思う。多分30年以上前だと思う、これ。
やっぱ愛着あるからさ、これは、まあ、捨てらんないよね。ちょっとゆうたくんの工場で直してもらいましょう。綺麗にしてもらって、塗装してもらって、生まれ変わるところを見たい。で、こっちはもうやっぱメイン機になりますね。今までこれメインだったんだけど、ちょっと無理だからもうこっちにする。うん。あ、てかさ、あれだ、今カメラ、インカメラにしてないから扇風機の風切り音がすごいと思う。うん、ご了承ください。ちょっとしょうがない。はい、ということで、まあ、とりあえずね、これで快適にね、ゲーム配信できるようになりましたんで、はい、まあ、そんな感じです。